ホテルには皆さんご存知の通り、毎日たくさんの人が滞在しますよね。しかし、すべてのホテルがそれほど気をつけて清潔さを維持しているわけではないんです。気づかないうちにトコジラミは他の害虫の餌食となり、時すでに遅しということにもなりかねません。ということで、ホテルに到着して部屋に着いたら即バッグを開けて、棚やベッドに洋服をしまい込まないようにしましょう。とりあえずバッグをバスタブに移動させ、害虫がいないか部屋を確認。ラグ、柔らかい家具、クッション、その他の害虫が好きそうな全ての場所を確認しましょう。確認が終わったらバッグを持ってきて荷ほどきをします。害虫が生き延びることができないバスタブは最も安全な場所なんです。見ていない間に害虫がバッグの中に入り込む可能性もありませんからね。キルト掛け布団は端にでもやっておきましょうか。シーツは頻繁に洗濯されているはずですが、キルト掛け布団は異なります。ホテルによっては1週間に1度は洗っているところもあるようですが、掛け布団自体は一切洗わないという場所もあるようです。これは寝具一般に言えること。ほとんどの高級ホテルでは毎日シーツを取り替えていますが、超格安ホテルの多くはゲストがチェックアウトしても枕や寝具のカバーを変えないところもあるようです。到着時に新しい枕カバーであるかどうかを確認しましょう。きちんと洗われていない可能性があるため、洗面所のコップを使って水を飲むのはやめましょう。清掃員によってはコップをきれいに見せるために消毒薬や家具用ツヤ出し剤を使用する場合もあるんです。ホテルではなぜボックスシーツを利用しないのかと疑問に思ったことはありませんか？便利かもしれませんが、ホテル仕様では実用的ではないんです。ホテルではご家庭よりも頻繁にシーツの交換を行います。そのためゴムの部分がすぐに緩んでしまうのです。さらにボックスシーツは保管が面倒。ベッドの大きさに応じて複数のサイズを用意する必要もありますからね。一般的な普通のシーツであればダブルベッドの場合でも2枚使いで乗り切ることが可能。シーツといえばホテルのリネンやタオルが必ず真っ白ですよね。その理由の一つは利便性。すべてが白であれば一緒に洗濯した際のシミの可能性を考慮し、漂白剤を投入することができます。二つ目の理由は顧客体験。調査によれば白という色は高級または新鮮という印象を与えるため、ホテルでの滞在をより快適に感じてもらえます。ウェブサイトで魅力的な価格を目にしたら要注意。必須である追加費用のリゾート税が含まれていない可能性がありますからね。料金を先に支払うオプションがある場合は、お支払い画面で最終料金を確認しましょう。予約前に最初に見た価格とリゾート税を含む追加料金が全て表示されるはずです。しかしホテルの支払いを選択した場合、リゾート税の追加に驚かされるかもしれません。請求書をきちんと確認するようにしましょう。皆さん、ホテルでおかしなものを目撃した経験ってあります？バスルームのトイレの横に置かれた電話はどうでしょう？驚くかもしれませんが、実はこれアメリカの AAA からダイヤモンドレーティング4を取得するための必須事項なんです。確かに理にはかなっていますよね。例えばバスルーム内で濡れた床の上で滑って転んだら、そこにある電話で助けを呼ぶことができます。さて、バスルームといえばホテルは各部屋に絵付きの吸引カップを置いていません。今滞在しているお客様にこの部屋が初めて使用されるような気分を味わってほしいというのがホテルの狙いです。高級ホテルが最も気にかけている快適さの問題なのです。匿名の調査によれば、絵付き吸引カップはトイレが以前詰まったことがあるという印象を与えます。ホテルが求めるイメージにそぐわないというわけです。磁気ストライプのついたカードキーの場合、スマホやクレジットカードのそばに置かないように気をつけてください。キーカードは頻繁に書き換えられる必要があるため、短時間で楽に処理できるようデザインされています。つまりスマホなどの強い磁気がそばにあると、キーカードの情報が消されて部屋に入れなくなる可能性があります。もちろんホテルが新しいカードを提供してくれるはずですが、不都合には変わりありません。多くのホテルは支払い方法としてクレジットカードを取り入れており、クレジットカードがなければ直接部屋を予約できなかったり、ホテルが提供する有料サービスを利用できなかったりすることもあります。休暇中または出張中、
チェックアウトの際に支払いを求められるミニバーを利用することもあるでしょう。すべての出費をカバーするだけの残額がなく、デビットカードで支払いきれない場合、アメリカであれば訴訟問題に発展しかねません。しかし、クレジットカードで支払いをすれば、ホテルは資金回収に困らないため、誰も損をせずに済むのです。チェックインとチェックアウトの時間が決まっているのは、滞在者への嫌がらせではありませんよ。皆さんが予約した部屋に、前日滞在していた別の客との鉢合わせを回避し、部屋を掃除して、次の客を迎えるにあたって準備をするためなんです。チェックアウトの時間が大抵午前11時から12時の間に設定されているのは、滞在者への配慮。朝ごはんを食べて、慌てずに出発の準備ができるように考えて設定されています。ベッドのそばにコンセントがなくてイライラすることってありますよね。これは時代の流れの問題。世界中のホテルの多くはスマホやポータブルデバイスが普及する前に建設されています。つまりベッドのそばにコンセントが必要なかったのです。多くのホテルはまだ時代の流れに対応しきれていません。比較的最近建てられたホテルに滞在すれば、このようなイライラに悩まされることはないでしょう。チェックインデスクへ行くと、ホテルの従業員がすでに皆さんのことを把握している可能性があります。特に高級ホテルではゲストのソーシャルメディアを事前にチェックするんです。ちょっと気持ち悪く思うかもしれませんが、皆さんのことを理解し、滞在をより快適にするための配慮なんです。チェックインカウンターで渡されるキーはドアロックをリセットして別のキーを無効にします。受付の従業員には敬意を示しましょう。失礼な客に対してホテル側がキーボムと呼ばれるいたずらを仕掛ける場合があるからです。これはカードキーを2枚配布し、1枚目のカードを使用した瞬間、2枚目のカードが使用不可になるというもの。ホテルのバスルームには歯磨き粉が用意されていない場合がありますよね。格安ホテルではこのような消耗品の注文は高額すぎると考えられているようです。しかし高級ホテルでは事情が異なります。高級な部屋にふさわしい豪華な歯磨き粉を生産するメーカーが存在しないという場合があるのです。ホテルの従業員は頻繁に部屋を掃除していますが、小さなアイテムの消毒の優先順序はあまり高くないようです。リモコン、電話などはホテル内で最も汚いアイテムと言ってよいでしょう。ウェットティッシュを持ち込んで使用前にこれらのアイテムをきれいにすることをお勧めします。貴重品を金庫に預けておきたいなら考え直した方がいいかもしれませんね。ホテルの金庫は錠ではなくパスコードを使用しています。そしてホテルの従業員がマスターコードを知っている可能性が十分にあるんです。さらにこの情報が別の人の手に渡ってしまっている可能性も無視できません。平均的なドタキャン率が 10% であるため、ホテルでは通常オーバーブッキングをしています。つまり予約した部屋に滞在できない可能性があり得るということ。ホテルに到着して空き室がない場合、振り替え滞在することになるかもしれません。つまりホテル側が同じエリアの類似ホテルの滞在料金を支払い、お客は別のホテルに滞在するというわけ。ホテルには驚くほどたくさんの置き土産があるんです。ポルトガルのとあるホテルでは置き土産としてサメが従業員によって発見されました。ホテルの部屋にサメがいた理由は不明のようですが、最終的には無事に海に返されたようです。全てとは言いませんが、ほとんどのホテルでは床にカーペットが敷かれていますよね。これには正当な理由があるんです。まずはじめに安全面。木製やタイル製の床に比べてカーペットは滑りにくい傾向にあります。2つ目の理由は、部屋の床板全てを張り替えるよりもカーペットを取り替える方が格段に安いため、コスト面でのメリットが大きいということ。さらにカーペットは音を吸収してくれます。周りの部屋に滞在している人がうるさい場合はありがたいメリットですよね。コンチネンタルブレックファーストって何？そもそもなぜこんな名前なの？と思ったことはありませんか？この名前は英国由来です。大陸ヨーロッパ風の朝食が旧視されるということを意味します。ペーストリー、様々なトッピングの食パン、肉類、チーズ、フルーツジュース、温かい飲み物などが含まれます。